シャドウが音を上げるなんて耐えられる者がいないぞ。誰がミレーナに近づいたんでしょうか。プライスとその手下どもだ。シャドウと手を組んだと。奴らの関係はあくまでビジネスだ。ねえ、捕虜から得た情報には対処します。任せてください。いや、お前は残れ。分割統治さ。奴らはいずれ俺たちにたどり着く。奴らはもっと知っていると。そうだと仮定しておけ。奴らが来るなら準備はできてます。相手が誰だろうと邪魔をさせてたまるか。我々のメッセージを明確に知らしめろ。ええ、もちろんです。シャドウの情報が正しければお前が最初にそれを知ることになる。なぜだったら。奴を殺せ。ロマノバが吐いたぞ。どうやって。財務調査を強行しただけ。シェパードの情報のおかげだ。もう我々の情報だ。作戦に使えそうなものは。ロマノバ所有のペーパーカンパニーがコンニのためにサンクトペテルブルグにあるアパートを購入していた。いつ。最近だ。コンニの前哨基地だな。ああ、そうに違いない。建物を特定した。衛星画像には屋上に回収用バルーンが映っている。見つけてほしくないものを素早く片付ける気なんだろう。もしくは誰かを。建物は入り組んでる。ギャズは下から掃討しろ。俺は屋上で射撃支援だ。回収の手段は。ヘリは危険すぎる。価値があるものを見つけた場合ニックが飛行機で回収する。バルーンか。スカイフックだ。もしマカロフがいたら捕らえるんだ。ウォッチャー、ドローンを上げた。映像が見えるはずだ。ジョン、よく見える。北のビルの屋上に複数のコンニ部隊を確認。マカロフの気配はない。指示している男は誰。責任者のようだ。照合してみる。誰だか分かるかもしれない。了解。ギャズ、位置についたか。よし、どんな情報や人物につながるか確かめるぞ。ウォッチャー、アウト。はい、準備よし。ギャズ、進め。エレベーターに着いたら知らせろ。ラジャー、移動する。昇降機を見つけたら使え。時間の節約になる。ブラボー、 HDI の正体が分かった。アンドレイ・ノーラン。マカロフとはインナーサークル時代からの仲だ。コンニーの上官だな。ゲスニカボニー。奴らが増援を要請している。すぐに排除して移動しろ。ギャズ、階段に敵がいるぞ。6階へ移動します。やる、ほぼ半分だ。間が塞がってます。ルートを変えろ。他にも道はある。11階へ移動します。ああ、ノーランが計画を張った。お前に続いて。動くものは撃て。だがノーランは生け捕りだ。了解。ノーランがいました。対ターゲットは重装備です。了解。撃って動きを止めろ。絶対に殺すなよ。それじゃ共存です。
レーダーが感知した。了解だ。ギャズ、さあ行くぞ。のスモークだ。アンドレイ・ノーランを死にしました。マカロフのナンバー2です。奴を倒しました。奴、確保に取り掛かれ。奴が生きているならまだ危険だ。よく来たね。殺せよ。協力はしない。誰でもそう言うんだ。このクソが。お前ら全員くたばれ。いろいろわめいてるな。黙らせろ。敵のヘリが屋上に向かってる。ブラボーからウォッチャーへ。ターゲット確保。回収のため移動する。了解。ヤンキーが2分で到着する。スカイフックの準備を。了解。ニックが来るまで弾が持つといいな。奴らは取り返しに来るでしょう。私は死ぬ。ターゲットをそのワイヤーにつなげ。またヘリが来る。1ミガイを守れ。回復部のあと2キロ。ヘリがまた動員を下ろしてる。されるぞ。ヤンキーが戦域に入る。回収地点の近くにいよう。回復に備える。復興かけるんだ。ヤス、ターゲットとお前をつなげ。タイ、OK です。回復完璧だ。手を捕まってろ。